バン。最悪なんですけど、ちゃんとカメラの充電もしてきたのに自撮り棒忘れたちゃんといいポジションで今出したからちゃんと響いたと思う。頭の後ろのところに当てると共鳴していい声が出るんですよ。ということで、お天気がめちゃ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 いいので、タクシードライブインに行きたいと思います。ということで行ってきます。聞いた？どうなんだ。これも、うん、外こんだけど中も同じぐらいのあれだったよね。うん、テラスかお持ち帰りがこれなんだって。テラスの人も外待ち。あ、そうなんだ、うん、店内は11組待ちで外はこれ待ちってこと。そう、外と持ち帰りが一緒なんだ。そうなんだらしい。じゃあ11組だから1時間ぐらいかな。そんなもんじゃない戻ってても良さそうだ。うん、30分戻ってていい。またギャップついた。来たかった2回目パシフィックドライブインです。バンめっちゃ可愛い。見てパシフィックドライブイン、コーヒーから出てきてる男の人。バン、本当染みてる。ね、染みてる。これのが綺麗。イエーイ。めっちゃ早くない？5分した？ね。来た。私がもちこチキンとガーリックシュリンプのプレート。ポテトだ。ありがとうございます。ポテト。おいしそう。書くのはガーリックシュリンププレート。いただきます。でした。なんか、ね、なんか持ち帰りとお外で食べたい人、うん、テイクアウトの人がめちゃめちゃ多かったね。あ、そうだね、多かったね。めちゃめちゃ多かった ね。そうだから、なんか中の人は入り口で誰々ですって言って入っていく感じなんだけど、うん、11組待ちだったんだけど30分ぐらいで入れたね。30分絶対ぐらいで、ね、うん、だったので、まあでも多分みんなあのお弁当箱になってる、うん、あの2号のあの感じが多分映えなのか分かんないけど、あれが人気だから、店内だったら結構すぐ入れるからおすすめです。見てみてね。ということで、パシフィックドライブインいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。早い。じゃあねー。前ここじゃ撮ってないでしょ。撮ってない。ということで、ゆり待ちしてます。そう、前回も同じ感じで言ってて、うん、高速降りてすぐのところにあるからペロって来ました。じゃん、クリームチーズのプリン。書くのは北海道のフレンチクリームプリン。美味しそう。美味しそう。これかわいい、ね、レモンソーダが見に来た。うん、買った。あれ飲んだ。一緒に飲まない。なんだっけ。私はほうじ茶ラテ。おいしそう。いただきます。いただきます。うん、美味しいね。美味しい、うん、え、生クリームって感じ。うわ、絶対これすごい。これ滑らか。ね、美味しい。前にもこのクリームチーズのクリームはタクが頼んで食べてたんだけど、やっぱこれが一番美味しい。ね、
勝利クリームチーズプリンでした。絶対これ食べてほしい。